まにはロマンチックな雰囲気を味わいたいということで、今回のフラチューはあそこへ行ってみたいと思います。青森と名古屋を結ぶ FDA を利用し、中部地方の魅力を紹介するフラットチューブ。ここは名古屋市にあるオアシス21。公園やバスターミナルとしての機能を持つほか、食事や買い物も楽しめちゃう名古屋のおしゃれスポットです。夜間はライトアップされ、昼とは一転ムーディーな雰囲気に。とっても幻想的な空間ですね。ここはもうデートスポットにはおすすめの場所ですよ。いや、屋上はガラス張りの遊歩道、テレビ塔をバックに、はい、チーズ。デラ綺麗。はい、ちょっとここ見て、ここすげー。ちょっと地下のスケートリンクまではっきり見えちゃうよ。毎年冬になると地下にスケートリンクが設置されます。でもただのリンクではないんです。プロジェクションマッピングですよ、あれ。いや、本当に素敵な仕掛けですよ。さらに驚くべきことに、冷てぐねんだばって。なんしたここ冷てぐねんず。実はこのリンク、樹脂パネルで作られているため冷たくないし、転んでも濡れないんです。わかった、これ名古屋の人の愛がいっぱい詰まっちゃうんで、ここ暖かくなってまったんだな。そうですよね。いやいや、リンクの周りにはお店がずらり。中でもこちらの洋食屋さんは人気のお店。なんと日本一のオムライスがいただけるんです。口の中はふわふわでとろとろで、このままなんか眠りにつけそうなくらい口の中も幸せです。青森から名古屋までたったの90分。そこから足を伸ばせば一度は行ってみたい観光名所がずらり。あなたもフラット旅いかがですか？見どころいっぱいの中部地方、皆さんもフラチューどうですか？